い、どうもブーチャンネルのブーちゃんです。よろしくお願いします。今回はねちょっとねいつもと違った企画をねやってみようと思います。で、食べる系なんですけど、私いつも食べるってなるとだいたいカップラーメンの食リポをやったりするわけなんですけど、今回はねちょっと違います。何をやるかっていうと、ズバリカップラーメンを食べ比べて勝手にランキングつけてみました。はい、ということで、今回ね、登場するカップラーメンなんですが、私の中でね、銘柄を2つに絞ってたんですよ。1つはどん兵衛シリーズ。どん兵衛いろいろ種類ありますよね。それをいくつか食べ比べてランキングしていこうと。でもう一つはカップヌードル。これも多いですよね。もうどっちも王道ですよ。私の中でもう鉄板、いろいろ食べたカップラーメンの中でももうどん兵衛とカップヌードル、どっちも日清さんですよね。もうこれはねもう外せないんですよ。もう4番バッターどっちが4番かちょっと難しいんだけど、でそういうことで今回は日清カップヌードルのいろんな種類を食べ比べて自分の中でのランキングをつけてみた。世の中の統計を出したランキングではなくて、私の中でのあくまでもランキングとなりますので、その辺はねご了承いただければと思います。で今回の参加選手なんですけど、私の中でいくつかルールを設けさせてもらいました。っていうのは、まずはねカップヌードルの中でも鉄板と言われる3つ、ノーマルのカップラーメンと、シーフードとあとカレー味、カレーヌードル、その3つは除外って変わり種のものをメインでやっていこうと。でただし一応ね判定する基準としてすみませんが、定番のノーマルも加えさせていただきます。今回はその定番のノーマルを食べた上で、それよりも上かな下かなみたいな感じで、私の方でだんだんそのランキングの基準にしていきたいなと思ってます。なのでね、そこもねちょっとご了承ください。じゃあね、今回どれを食べていくかっていうのは一つずつ紹介していくんですけど、まずはこちらになります。はい、ノーマルです。ノーマルのカップヌードル、これはあくまでもね判断基準としてこれをベースにして考えていこうかなと思ってるんで、あくまでも今回ミニにしておきました。で今回のやつは量とかは関係ないです。あくまで味でランキングしていきたいと思います。なのでまずこれベースとなるノーマルのカップヌードル。で続きましてはこちらです。はい、味噌、最近出た味噌。今までねカップヌードルってどっちかっていうと醤油ベースで、あとは豚骨系とかそう塩系のやつね。味噌がね出るのが遅かったなってちょっと思ってますね。もっと早く出てもよかったんじゃないのっていう。これ一応ね3種の味噌の濃厚仕上げだそうです。はい、味噌です。これが2つ目ね。で次は、はい、こちらです。チリトマト。チリトマト昔からあって結構これね女性とかに人気なんですよね。人気なんですけど、今回は新しくなった高タンパク低糖質のチリトマトヌードルプロ、こちらを使わせていただきます。これがね3つ目で、続きましてはこちらです。はい、どん。これはチーズカレーになります。ノーマルのカレーは抜きましたが、チーズカレーは入れさせてもらいます。やっぱりねこういうパンチの効いたものもあった方がいいかなと。こっちもね3種のチーズ配合だそうです。はい、これが4つ目です。
じゃあ次はね、こちらになります。はい、ドン。エビのトマトクリーム。私これ食べたことないんですよ。これも出てからそんなには経ってないと思う。去年かな、今年かな。風味豊かなエビの旨味。エビの旨味強いな。これ強そうな気がするね。しかもこれなんかね、女性がすごい好きそう。これが5つ目で、続きましてはこちらです。はい、ドン。これです。チーズタッカルビ味、まあ、韓国風の味付けってことですかね。これも最近かな、出たのは。わりかしで、これもなんかこう女性に人気が出そう。あとね、ピリ辛が好きな人とかもこれいいんじゃないかな。これなんかこう結構今まで紹介したやつの中でちょっと面白いあれになるんじゃないかな、対抗馬っていうか、で、これが6つ目で、最後です。最後は、はい、こちら。はい、ガツンとスタミナ醤油、ニンニク、豚骨、ニンニクって書いてます。ガツンとニンニク。私はあんまりガツンとニンニク入ってるのそんな得意じゃないんですけどね。はい、これだけね、あの普通サイズなかったんですよ。ビッグ、これだけビッグです。ただね、あのこれ全部ね、大小はあるけれども、今回7つを食べなきゃいけない。俺食べきれねえな、絶対絶対食べきれないと思うわこれ。でもね、今回はこちらになりますんで、もう一回紹介するよ。ノーマルでしょ、味噌、欧州チーズカレーで、エビのトマトクリームで、チリトマト、新しいやつね。で、あとは、チーズタッカルビで、最後はガツンとスタミナ醤油。こちらの勝負になります。あのこれからね、お湯とか入れて、試食していくんで、皆さんもね、ぜひ、予想してみてください。結果がどうなるか。じゃあちょっとね、お湯沸かしてきます。はい、ということで、お湯を入れ終わりまして、3分経ちました。いや、お湯沸かすだけで大変だったです。7つも今回あるからさ、もうあとはこれね、食べきれるか、そこだよね。そこ。じゃあね、まず何からいってみようかな。ちょっとね、若干2回お湯沸かしたので、ちょっと時間差ができたんで、先にできた方からいきましょうか。まずはね、どれにしよう、味噌からいってみよう。味噌から、まずは味噌から。いきなり最初にパンチの強いカレーとかにいっちゃうと分かりにくくなるからさ、まずはこちらの味噌いってみたいと思います。はい、見た感じはこんな感じです。ちょっとね、お湯ケチったな。カップヌードルってさ、この謎の肉がいいよね。何の肉か分かんないんだけど、なんか分かんないけどうまいのよ。結構これ濃厚そうだよ、味噌は。ノーマルと違ってコーンも入ってるね。で、あのキャベツかな、キャベツが結構多い。まあ味噌ラーメンっていうのはね、野菜たっぷりっていうのがまあ醍醐味なんでね。早速ね、いただいていきますか。じゃあいただきます。うん、うまいな。え、結構濃厚。うん、俺想像してたのとちょっと違うね。あのカップヌードルを味噌味にすると結構薄めのさっぱり感のある味だと思ったけど、結構濃厚だわ。濃い味噌使ってんな。
まずこれ、一番最初に食べたんで暫定で1位にしておきます。ここに置きます。じゃあ次はですね、どれにしようかな。全く味の違うチリトマトいってみようか。チリトマト、こちら、高タンパク低糖質になったら味がどう変わったのか。単なるね、薄味とかになってなきゃいけない。なんか濃そうな色します。濃そうな色します。真っ赤っかでございます。今回ね、スープをがっつり飲んじゃうと口の中がその味に染まっちゃうんで分かりにくくなるから、あえてあんまりね、スープは飲まないようにいきたいと思います。じゃあこれもいきますよ。ちょっと酸味が、トマトの酸味が効いて食を増すんじゃないかな。今回ちょっと長丁場だからさ、じゃあいただきます。酸味が効いて全く違う味だね。で、私その酸っぱい系のものって結構好きなんですよ。酸味ついたやつ。なるほど。これ好き嫌い分かれる味だよね。熱い食べ物にこの酸味はありかなしかっていうところで結構ね分かれていると思う。とりあえず私の中では、これもう即答、味噌が上味噌が上だった。だから今のところチリトマトが2位です。はい、じゃあ次はですね、どれいこうかな。ノーマルいくかノーマル、定番のノーマル。これミニだから食べやすいな。これもう分かりますよね。もう中はこんな感じです。今回こうやって傾けて見せやすいようにするためにちょっとお湯少なめにしてます。ミニ、俺ミニのカップヌードル食ったことないんだけど、ミニでもちゃんと具はしっかりしてんだね。そこはすごいなって思った。ただ大きさが小さいだけで遜色ないね。これこれ、ノーマルのカップヌードルって結構ね、このエビの旨味みたいのがすごく出てくるんですよ。でこの謎のお肉がまたうまいんですよね。あんまり食べちゃうとさ、ランキング一生出るんだよな。このノーマル難しいな。今回ぶっちゃけ言っていいかな、味噌そんなに期待してなかったんですよ。期待してなかったんだけど、意外と頑張っちゃって思った以上にうまい。私カップヌードルの中でノーマルが一番好きなんですよ。好きなんだけれども、今回に限ってはちょっとここ今ノーマル2位になりました。ちょっとチリトマトが3位に落ちちゃいました。じゃあ次いきますね。次ちょっとこってりいってみるか。はい、こっちこれいきます。チーズカレー、これさ、食べる前にこのチーズパウダーを入れます。そんなに入ってるわけでもないから、そんな極端には見た目はこんな感じです。はい、上にカレーの塊がちょっとこっそりあって、チーズもね、だからち
ちょっとねかき混ぜさせていただきます。はい、じゃあこちらもいただきます。私一時期あの普通のカレーヌードルあるじゃないですか、あれにめっちゃハマってた時期があって、あんまりハマりすぎて食べすぎて飽きちゃったっていう時あったんですよね。それでも久しぶりに食べるとやっぱりうまいんですよ、カレーヌードル。これはちょっとねすごい結果出たな。私的にはノーマルって言うと語弊があるかもしれないけど、普通のカレーヌードルの方が好き。これチーズを入れることによってさらに、まあ、コクは増すんだけれども、ちょっとねこってりしすぎる、ちょっと甘みも増してこってりしすぎて、ちょっとカレーのちょっとしょっぱさみたいのが消されていく、表現ちょっと正しくないかもしれないけど、ちょっとクリーミーになりすぎるかなって思う。これちょっとな、ちょっと私の中でノーマルのカレーヌードルとちょっと比べちゃうな。ちょっとねチーズが出すぎる、私の中で。チーズめちゃめちゃ好きっていう人は多分これ押すと思うんですよ。私嫌いじゃないですよ、嫌いじゃないですけど、ここかな、ここ4番、今のところ味噌が揺るぎない1です。次からはね結構難しいと思う、新しい味だから。私の中で次どれいくか、エビのトマトクリーム、あんまりクリーミーなやつ正直得意じゃないです。でもあ、チリトマトみたい、見て赤が強いし、ブロッコリー、ブロッコリー入ってんだ、これブロッコリーだよね多分。そうなんだ、なんかあれだね、洋風だね本当に。これは意外とあっさりして食べやすいのかな。あ、ちょっと匂いがね、甘いクリーミーな匂いがする。これちょっとね初見で食べるならいいんだけど、いくつか食べた後にこの甘いクリーミーな匂いって結構胸焼けを誘う。でも行ってみます。エビの旨味が効いてるといいな。クリーミーきた。これちょっとスープ飲んでみます。あ、これ好み分かれんな。なんていうか、あのこのチーズカレー、チーズカレーのクリーミーさとチリトマトのこの酸味みたいのがあの合わさってる感じ、これとこれが合体したような感じだから、匂いを嗅いだ時まずあのシチューっぽいあの甘い匂いがするんですよ。で食べてみるとやっぱりそのクリーミーさっていうので、ちょっとそのチーズカレーに似てるな。ちょっとこれ私の予想していたエビの旨味みたいなのがもっとガーって海鮮系の旨味がガッと出てくれば結構ねいいとこ行ったと思うんだけど、ここになりました。濃いです、味噌強い。で次はですね、
チーズタッカルビ、これもちょっと酸味あるから味ちょっと似てんな。別なやついこか。はい、ガツンとスタミナ醤油、こっちを行ってみたいと思います。ちょっと待って、ちょっと一回口直ししていいかな、飲み物飲んでごめんなさい、味がね分かんなくなってくる。これはい、再び戻ってきましたので、がっつりスタミナ醤油いきたいと思います。わあ、ニンニク臭がすごい。あれ、これ俺さ選択間違ったかもしれない、食べる順序。今一口二口ずつしか食べてないんだけれども、結構ねいろんな味を5つ食べたじゃないですか。それで結構濃いのが多いじゃないですか。結構ね胃に来てるんですよ量的なものよりも、なんだろう、そのパンチの効きすぎたものを食べすぎて、あのちょっともたれ気味になってきてる。そこにこのガツンとニンニクの匂いが、やばいこれ見た目はこんな感じ。なんかこれ焼肉っぽいね。肉の量がすごい多いような気がする。肉と、わ、匂いがすごいな、ニンニク臭。これ調子いい時じゃないとあれだな、きついかもしんない。ニンニクでもたれそうな気がする。じゃあまあ食べてみたいと思います。ちょっと待って、かき混ぜる都度ニンニク臭でだんだんね箸が遠のいていくわ、きついな匂い。これめちゃめちゃニンニク好きな人だったらこの匂いだけでもう食をそそるんだけど、私そこまでニンニクマニアではないんで、もうたしなむ程度なんで。いただきます。正直きつい。ニンニクってアクセント程度で私はいいかなって思いました。効きすぎると食をそぐ食をそぐ、なんだろうな、ニンニクがガツンと来すぎて今の私にとってはちょっと次もう一口いこうかなっていう気がそがれるそんな感じ。すんごい空腹の時だったらガンガンいけるかもしれないけど、今の状態でいくとちょっとこれはね、順位的にはここかな、ここになっちゃった。で最後の一つ、ちょっとまた味変しますね。ちょっと飲み物失礼します。最後これタッカルビ、チーズタッカルビ、これもチーズだよ今いいだけ食べた後結構くるね、このチーズは。ただこの酸味と辛みで消してくれるかどうか。はい、やっぱりこれもね赤系の色でもね、チリトマトとトマトクリームに比べるとそこまで赤くないかな。だから辛さとかもそんなに、あ、これもなんか甘い匂いはする、チーズの匂いはするけれども、ちょっとね今まで食べたやつのチーズの匂いとまた違うんだろう。なんだこれ、あ、でもかき混ぜるとチーズ臭がすごい。どんなチーズ入ってるんだ。甘辛いしみき、あんまりチーズは押してないな、甘辛を押してるんだ。じゃあいただきます。不思議な味。
で、謎の肉みたいのも入ってるんだけど、これ見えるかな、これ肉じゃないんですよね。肉なのかな。でもいつも あのカップヌードルの肉とは違う。これもなんか初めての味だな、カップヌードルの中では、カップラーメンの中では。食べた後に、ピリ辛は残るんですよ。ピリ辛はしばらく残る。だけれども食べられないほどのペヤングとかみたいな、あんなね、往生際の悪い辛さではない、普通に辛いのそこそこ好きな人だったらこの辛さは全然大丈夫な辛さだから、この甘辛いって書いてるじゃないですか、甘いんですよ結構甘いんです。でこれがカップラーメンに合うか合わないかって言ったら、ぶっちゃけて言っちゃうと俺は合わないと思う合わないと思う。だからね、なんだろう、今これをどこに入れるか迷ってんだけど、どこと迷ってるかってなると、ちょっとね、寄せていきますね。ここで迷ってるここで、この前に入れるか後に入れるか、どっちかで迷ってる。どうしよう、これ、こっちはね、私の中ではよ、私の中ではニンニクやりすぎたなっていう、胸焼けを誘うニンニク感たまにラーメンとかにニンニクをガツッと入れて食べる人いるじゃないですか。ああいう人だと全然これ美味しい美味しいって言うと思います多分、このニンニク感がなければ全然私も多分美味しいって食べると思います。でこっちはなんだろうな、不思議なんですよ味が。まあ辛いのははっきりしてるんだけど、しょっぱさっていうよりもなんだろう、甘辛いっていうのが前面に出てきて、だるさを感じてしまう、カップラーメンとしては。だから続けてガーッていきたくなるかっていうと、一口目でん？なんだこれはっていう風に箸が止まっちゃう、そんな感じの味ですね。これもこれ好み分かれるだろうな、めちゃめちゃ分かれる。下手するとこれよりも好み分かれるかもしれない、韓国系料理が好きで普段からこういう味になり親しんでる人だったら、あ、いけるいけるって、別にまずくはないんですよ、まずくはないんだけど、カップラーメンに甘さは必要かって、カップヌードルに甘さは必要かって問われた時に、いやこの甘さいらないんじゃないって思っちゃう。難しいな、難しいわ。ちょっと癖が強すぎるのこっち、ダントツこっちだけど、総合的な味で今結構食べたんであれですけど、空腹な時に、ね、どっちがまだ食えるか、そういう解釈でいくとここに来ちゃいました。はい、こちらが今回のランキングになります。まず、第7位、チーズタッカルビ、おめでとう、7つの中では最下位です。で続きまして第6位、こちらです、
ガツンとスタミナ醤油、はい、あのスープとかの味を楽しみたいっていう前にニンニクがちょっと強すぎました。強すぎてなかなか次に行かない。こうスープを飲もうと顔を近づけるとニンニク臭が強すぎてあっってなってしまう。で次、エビのトマトクリーム、これもう少し、なんだろうな、もう少しどっちか寄りにしてほしかったな。っていうのはエビのその海鮮風味を出すか、それともなんだろう、トマトの酸味を出すか、うん、どっちかにしてほしかったな。このクリームにしたことによってちょっとね、どっちつかずでさらにこう甘だるさっていうのが、甘だるさっていうのがつきまとう。で次は、第4位ですけれども、欧州チーズカレー。これの敗因って言ったらおかしいけど、もっと上に行けなかった原因っていうのはただ一つ、普通のカレーヌードルの方が美味しかった。チーズを入れることによって、まあ普段カレー食べてる人でチーズ入れて食べる人もいますよね。あれが好きな人だったら全然いいんだけれども、私はあくまでもカレー味で勝負してほしいっていうので、まあだったらカレーヌードルにしろやっていう話になっちゃうんで、あれと比べてこっちがちょっと負けちゃったかなって、ちょっとくどくなりすぎた、うん、で続きましてはこちら、チリトマト高タンパク低糖質、こちらが3位になりました。味としては以前のチリトマトとはほぼほぼ変わらないと思っていいです。それでいて高タンパク低糖質だから、これはおすすめだと思います。はい。で第2位、ノーマルのカップヌードル、やっぱり強かった。ぶっちゃけ私の中ではもしかしたらこのいっぱいこんなに種類あるのに、なんだかんだ言ってノーマルが一番になっちゃうんじゃないかって、それもちょっと思ってました、食べる前はね。でも堂々の第1位のこの味噌味、これが予想に反してうまかった、うん、うまかった。まあ一番最初に食べたっていうのもあるかもしれない、あるかもしれないけれども、それをさっぴいても、カップヌードルで味噌味ってどうなのってちょっとあって、カップヌードルはだいたい醤油ベースでしょみたいな、そういうね、固定概念がちょっと崩れたね。いや味噌味いけんじゃんって。で結構具もさ、キャベツとかちゃんと形が出ていっぱい入ってるし、で結構濃厚は濃厚なんですよ。濃厚なんだけど癖になる濃厚、うん、こちらの濃厚っていうのはチーズとかやりすぎて甘だるさのある濃厚、胃にもたれる濃厚で、これはちょっともうニンニクやりすぎで胸焼けを誘う濃厚で、でもこっちはもう一口食べたい、そう思わせる濃厚でした。まあ今回ね、これあくまでも私の食べた個人的なランキングですので、人によってもうチーズがもう3度の飯よりチーズ好きとかっていう人だったら、もしかするとこれか、意外とこの辺りが上位に来るかもしれない、かもしれない。ただこのちょっとね、これ多分一番新しいチーズタッカルビ、これが一番新しいとは思うんだけど、これはちょっとね残念かな、うん、俺の中では新商品の割には、空腹時普通にこれ食べてない時でも次もう一回買うかったらこれは買わない。私の中ではこれは買わない。でこれも私の中では買わない。ニンニクやりすぎ感は私には無理でした。ニンニク大好きな人にはおすすめです。まあ結構ね偏った結果になったかもしれませんけれども、一つ補正しておくのは、
あの日清のカップヌードルって他のカップ麺とまた比較対象した場合、大体にして全部標準値は超えてきます。そのぐらいもともとクオリティ高いんですよ。あのノーマルがもう正直抜群にうますぎる、うん、一番最初に出てるこのノーマルがもう抜群にうますぎて、その後新しいの出してもなかなか追い越せない。唯一追い越したのがシーフードヌードルとかじゃないかな。次はカレーかな。そのぐらいねクオリティ高いんですよ、もともとがね、うん、世の中でまずいカップラーメンっていっぱいあります。その中で比較的日清のカップヌードルはどれを食べてもあのクオリティは高い。その中でもあえて今回順位をつけてみました。その結果がこちらになりました。はい、今回の動画を見てね、もしね面白かったと思った人はね、いいね、あとねチャンネル登録ボタン押していただけるとありがたいです。今回ねこれまだまだ中身いっぱい残ってるんですよ。これから私長い時間をかけてゆっくりと全部食べていきたいと思います。ちょっと時間を置かないと、そう飲み物とかで一回さ胃の中からカップ麺味を出してから食べたいと思います。その頃にはおそらく冷めちゃってるかもしれないけど、私もともと猫舌なんてそこまでは気にしません。せっかくねこうやって買ったんだから食べたいと思いますそういうことで皆さんまたねあーちょっと胸焼けすんな